2年あの延期の末の失敗ということで、本当にあの宇宙計画をですね、に大きく影響を与えてしまったという思いで、今度の打ち上げがもしうまくいかなかったらどうしようということを考え始めると、もう一歩も進められなくなりますので、あの成功することだけを考えて臨みました。まあ、その結果ですけれども、打ち上げ当日ロケットを発射地点に見送った時に、誰の目も本当にすがすがしい、やりきったっていう感じで見送れたので、これがうまくいくんではないかと思いました。ロケットというのは 100% ということはありませんので、これからも気を引き締めて磨きをかけて、日本の宇宙計画をこれからも支えてまいりたいと思っております。我々のやりたかったことを大きくなっていたのは、インポートチャンネルという新しい技術だったわけですけれども、評価をした結果、目標としていた 100m という精度に対して実際の誤差は 10m ぐらいだったのというふうに今評価ができていますので、これまでの各国のいろんな月着陸機、大体数キロメーターから十数キロメーターという精度だったものが、一気に1桁あるいは2桁良くなったことになりますので、これは我々としては胸を張って、世界で初めて日本着陸が月でできたんだということができたんだというふうに考えています。みんな非常にすごく緊張しているわけでもなく、でももちろんすごく気合いの入った顔をしていてですね、その瞬間にもしかしたらうまくいくんじゃないかというふうに、私もちょうど同じようなことを思っていたところでした。NASA と、友人の日本人に近いということを含めて、アメリカ以外の外国人や日本が違うとしているということを含めて、決めることができたと思いますが、そういった背景には、もちろんそのローバーに対する信頼性もあるんだろうと思うんですが、やはり JAXA をはじめとする日本の技術の高さ、そういったものに対する信頼が大きいというふうに感じました。これからも JAXA だけではなくて、他の企業にもご参画いただく形で、次のステップへということになろうかと思いますが、日本がもっと貢献できる、あるいは世界をリードできるというふうにご活躍をしていただければありがとうございます。